皆様こんにちは。バトルパスのレベル8になったらムジョルニアの覚醒チャレンジをクリアしてアンロックっていうのが出てきます。そうとしてムジョルニアを拾い進化を証明する。シーズン3の終わりにここにクレーターがね、ソルティの近くにクレーターができたよって言ってたんですけど、そこに降りていきます。ソルティからちょっと南に行ったところですね。はい、では真ん中にあるので拾いたいと思います。おー、ゲットした。ツルハシが変わりましたね。新たな収集ツール。シーズン3と違ってチャレンジをちゃんとやらないとゲットできないようです。ツルハシの使用感見ていきます。めっちゃ光りますね。なんかピカピカしてる。かっこいいですね。ロビーに戻ってきたらチャレンジクリアでここで装備ってできますね。ピッティキティ、せっかくなのでリプレイで見ていきたいと思います。おー。まあ、地面にね、刺さったままなんですね。持って走ってる姿、かっこいいですね。おー。あ、いいですね。かっこいい。ツルハシもキラキラしてるし、スキンもキラキラしてるんで、めちゃくちゃいいですね。あ、かっこいい。いい感じですね。皆さんもぜひゲットしてみてください。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またねー。